鶴くんです。えー、元気？あんまり元気ないだって、色白いもんな、うん、でも焼けた方やね、これ。俺と比べていいんだろうね。最近滑ってない？全然いつやろ、まともに滑ったん1ヶ月ぶりぐらいかな。1ヶ月バックサイドヒールちゃんと練習ワンメイクコーナー。いけんな。いけるか。いけるいける。行こう。体力失わんうちにやろう。行こう。みっちゃんのおはこのヒールとバックヒールやな。これは余裕でしょう。みつる誕生日おめでとう。ありがとう。20。生まれ変わったな今。That your song's not the boys of summer, just because you were both born on that day. And half Jewish boys make it. 俺もスケート頑張らなあかんな。もっと練習しないとあかんわ。何やで、乗ってるばっかりやったらあかんで。ミツルが1ヶ月ぶりにスケートという理由は、それがジェナジェナー、ミツル出てきて。いらっしゃいマンゴー。マスターミツルです。めっちゃかっこいいやん。なんなんそれ。何しろビール、ビアル、ビアル、ウェイ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 。29の5分、みんなちょっと感動させてくれ。いや無理やな、頑張ります。何をどう頑張る。お前29にもなってんか。お前まともに喋るやん。きつきつない。ちょっと一緒に滑ってきて、お前それはないよな。どんだけ頑張ったからな。よう頑張ってたよな。このブログで多分ミツルのあのその前の滑りもちょっと出さなかったなとか。めっちゃ M やのに、カメラ持ったらめっちゃ S なるからな。鬱陶しいわ。どうやった俺との撮影の日が。あー、正直しんどいな。どういうところが。え、なんかこう、行こうか行こうか行ける行ける何回騙されたか。でも頑張っとったけどな。どのトリックが印象的やった。バックサイドのヒールフリップです。どこの？あの最後の何回もこうバチ跳ねっこのやつ。ああですね。それメイクしてない。メイクしてへんよ。でもいやチャンス、それ最後向かっていく姿勢っていう。あれはかっすごいかっこいいな。昼から晩までやってたもんな。メイクしてるやつはバックサイドヒールフリップです。どこの？あの跳ねっこ。気持ちはそうだけど、いやいや、向かっていく気持ちが。またその話するの。